はいえー、おはようございます、えー。マイナンバーカード保険証について、えー、お知らせをいたします。す、え、べ、ー、ての保険者を対象にして、厚労省が示す留意事項と、えー、異なる方法で、えー、事務処理をしていた、つまり、えー、名前と生年月日が一致するということのみでマイナンバーと紐付づけるといったことを していなかったか、厚労省において、6月末を期限として点検を行ってまいりました。医療保険者、全医療保険者3411団体における点検の結果として、留意事項に沿った対応をしていないなど、データ点検を行うという回答があった保険者が、 全体の約9%、293団体、えー、留意事項に沿った事務処理をしてきたかどうか確認できない部分があるため、えー、デ,ーデータ点検を行う <coughs> という回答があった保険者が1010 10団体、約30%、えー、留意事項に沿った対応を行っている。 えー、という保険者が2108団体でしたデータ点検を行う団体は漢字氏名、かな名生、えー、年月日、性別住所の一致などの確認を行っていただいて7月末までにデータ点検の結果の報告をしていただくことになっております厚労省と連携をして保険者による迅速かつ正確な データ登録の徹底に向けて取り組みを進めてまいります。公金受取講座につきまして、ご登録の可能性の高い940件につきまして、6月の30日金曜日に簡易書き留めで発送をいたしました。この件数は先月26日月曜日時点における登録データの えー、全件約5600万件を対象に改めて抽出を行ったものです、えー、重ねてのお知らせになると思いますがあの郵送物をお,お,お受け取りになった方におかれては、えー、案内に沿って、えー、ご自身の口座に変更していただくようお願いをしたいと思います、えー、ご不明な点がある際は案内に記載されている えー、専用ダイヤルあの、郵送したご案内に専用ダイヤルの電話番号を記載をしておりますので、えー、そこにお問い合わせをいただきたいと思います、えー。前回も申し上げましたが、この件に関する通知を装った詐欺、個人情報の提供の求めに、えー、ご注意をいただきたいと思います。公金受取口座の登録情報の変更について、 デジタル庁から金銭の支払いを求めたり口頭で口座情報の提供を求めたりすることはございません。また、ご登録ではありませんがご本人ではなくあえて家族口座などを登録したと思われる方々についても先月30日金曜日から え順次マイナポータルの通知機能によって登録口座をご本人の口座に変更するようにお,お,お知らせをしております。こちらにつきましては、例えばあの小さなお子さんの代わりにえご両親が口座を登録されている事例などが考えられることから、該当者だけでなく口座名義人本人にも 順次通通知知をすすすするる予定でで今週中に通知が完了する見込みです、えー、繰り返しになりますが公金受取口座に家族の口座などご本人のものではない口座を登録している場合には、えー、給付時に改めて本人口座を確認する必要があるなど、えー、給付の遅れにもつながるためご本人の口座にぜひ登録の変更をお願いしたいと思います。 コンビニ交付サービスについてお知らせをいたします。<coughs> 富士通ジャパン社がサービスを提供している123の団体のすべてに対して、先週金曜日6月30日中に富士通ジャパン社からシステム停止の申し入れを行ったと報告を受けております。<coughs> 実際のシステムの停止については富士通ジャパン社と自治体との 調整を経た上で決まることになりますが、現在36の団体で停止済み、または停止予定でございます。富士通ジャパンにおいては、今回の原因が過去の修正プログラムの適用漏れであったことから、過去のすべての制度改正及び不具合修正プログラムを改めて洗い出して、全団体のシステムに対して、 その適用状況を再確認する作業を実施していると承知をしております。骨 <laughs> 太の方針2023に盛り込んだとおり、食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージを年末までに策定をして、この中で食品の寄付、 あるいは食べ残しの持ち帰りを促進するための法的措置を検討するということにしております食品ロス削減推進会議の体制をそのために強化して民事基本法制を所管する法務大臣と子ども食堂などを通じて子どもを支援するという観点から子ども政策担当大臣のに閣僚にも加わっていただきました これらの省庁を加え、事務局体制も強化し、関係する事業者、消費者団体、地方公共団体などのご意見を伺いながら、年末に向けて検討を加速してまいります。先週末、6月30日金曜日ですかね、公表いたしました、機能性表示食品、2つの商品に対する 景品表示法上の置措置命令事案について、えー、機能性表示食品として、えー、届けで公表されている情報を含め、えー、広告などの表示を裏付ける合理的な根拠が認められなかったとの、えー、判断を景品表示法当局としてお示しをいたしました、えー。この対象となりました2つの商品につきましては、 措置命令の発出日に、直ちに移動者から撤回届出が提出されました。機能性表示、機能性表示制度に対する信頼が損なわれることのないよう、次のとおり対応することといたします。まず昨日、7月3日、機能性表示食品は、 えー、事前許可制度の特定保険用食品、特保とは、えー、異なりますので、えー、機能性表示食品は、表示される機能については、国が個別に許可しているものではなく、表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠くと認められる場合には、えー、その表示は景品表示法に基づく虚偽、古代表示等に当たる恐れが、 あります。そのため、すでに <coughs>、届けて公表されている科学的根拠の再検証を随時行うよう、関係事業者団体に対して、文書で指導をいたしました。また、今回措置命令の対象となりました二つの商品と同一成分であって、 科学的根拠が同一であるという他の届出につきまして、科学的根拠として疑義がある点を指摘をし、届出者から合理的な回答があるかどうかの確認を昨日から個別に開始いたしました。確認対象となる届出は約90件ございます。確認の結果は準備ができ次第、その概要を皆様にお知らせをいたします。 今後とも事業者の自己責任で科学的根拠に基づき、食品の機能性が表示できるという、この制度の趣旨を踏まえながら、消費者の誤解を招くことのないよう、この制度の厳正かつ適切な運用を図っていきたいと思います。 ご質問のある方は、挙手ボタン、またはチャットでお知らせいただき、ご指名いたしますので、ミュートを外して、ご発言ください。え、それでは横田様、お願いします。えっと、フリーム記者の横田はじめですけれども。はい、おはようございます。えーまあいや、よろしくお願いします。あの、マイナ保健所一本化の、大前提である、不安払拭の措置の完了なんですが。この中に。 えー、不安払拭効果のチェック確認は含まれるんでしょうか、えー、つまり措置完了時に、えー、どれぐらいのお何パーセント以下に不安を抱いている人が下がったという確認調査はなさるということなんでしょうか現在ではそうしたことは考えておりません。そういうことは不安払拭されなくても措置さえ完了すれば マイナロケースに本格するという理解でよろしいわけですねあのすべての人があの不安払拭されたということではございません何パーセントぐらいなんですか特に目処は決めておりません目標を決めないで措置の完了がさも不安払拭であるかのような印象を与えて今日の朝日新聞でも不安払拭の措置の完了を抜けてるじゃないですか この払拭が大前提という記事を朝日が出してるんですが、これはまさに国民魂の詐欺的説明が曲がり通ってるというとことになりませんか。払拭するための措置を行うということでございます。<laughs> この件については、<laughs> 多くの方々に書いております。関係ないの、資料を,を設けてない。次、フジテレビ高橋様、お願いします。フジテレビ高橋先生、大臣、おはようございます。はい、おはようございます。 すみません。えっとですね。マイナンバーカードと名称変更についてお伺いしたいと思います。あの、昨日、バスの環境情報になれば、まあ、現在、政府として名称の変更は決定されてないと述べておりますが、あの、大臣、まあ、決定ラインとして、検討をとりさせられる考えでしょうか。で、また、あの、まあ、名称変更する理由といてと言いますか、あの、まあ、大臣なぜそうだ必要かというのが、いいと思うかというと、はい。あの、マイナンバーと、マイナンバーカードというのは、あの、そもそも違うものですが、 えー、この名前がマイナンバー、マイナンバーカードという名前のために、えー、世の中で混同されていることがしばしばあ,あります。あのー、そうしたことから、このお混同を直すためにも、えーまあ、説明をしっかりするということは大事ですが、えー、いずれマイナンバーカード、これ新しいカードに移行する際に、 検、えー、面をどうするか、あるいは暗号をどうするのか、いろんな議論をしますので、えー、その中で、えー、マイナンバーカードという名前についてもどうするかというのは議論の対象になると思います。あのー、現時点で、えー、今のマイナンバーカードの名前を変えるという議論ではありません。えー、将来的にマイナンバーカードを新しいカードにする際に 名前をどうするかというのも、まあ、テーブルの上に乗せて、議論の対象になるということでございます。<laughs> なるほど、あの、まあ、大臣の発言をですね、あの、一部からは、まあ、名称を変更しても、まあ、現在のマイナンバーカードのね、大の模な。対されないという、一般の対象されないという指摘もありますが、いずれについても、こちらもお願いいたします。はい、あの、これは、現在の紐付け誤りの、是正措置とは関係ございません。 あのマイナンバーという制度と、これからマイナンバーカードを使ったサービスというのが世の中に出ていくときに、えー、なるべくマイナンバーとマイナンバーカードが混同されないように、えー、世の中に伝わるのが望ましいと思っております。 恐れ入りますけれども時間の都合上多くの方には手を挙げていただいておりますのでお一人様一問でよろしくお願いいたします日本テレビ川上様お願いします大臣おはようございますおはようございますあの今の質問に関連して補足させてください補足質問させてくださいあの大臣今現時点で今の名前を変えるという議論はないというふうにおっしゃいましたけれどもあくまでもあの今後の懸命刷新に向けての,あの 議論の土壌に載せるというだけであって、実際、まあ現時点でデジタル庁としてはあの具体的に検討している事実はないということでよろしいでしょうか。はい、あの現時点で何かということではありません。<laughs> ありがとうございます。ますえテレビ朝日佐藤様お願いします。テレビ朝日佐藤です。よろしくお願いします。はい、おはようございます。<laughs> 私もあの今の質問に関連してなんですけれども、あの大臣冒頭、えー、先ほどですね、あのマイナンバーとマイナンバーカード、混同されていることがあるということでしたけれども、あのどういうふうに混同されていて、実際はどうかというところも、改めてご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、あのマイナンナバーというのは 日本に在住される1億2千万人にすべて固有の番号が振られております。あの情報連携の際にそのマイナンバーを使っております。マイナンバーカードというのは、個々の皆さんに申請をして取っていただいているカードのことで、 このカードの IC チップに内蔵されている電子証明書を活用して、マイナポータルにアクセスをしていただいたり、あるいはさまざまな行政手続きを行っていただいたり、オンラインであったり、対面の時に本人確認書類として使っていただくもの、これがマイナンバーカードでございます。 あのそこがごちゃになっている方が、えー、結構いらっしゃいますので、えー、そこはあの繰り返し説明をしていきたいと思います。<laughs> ありがとうございました。続きまして共同通信デサキ様お願いします。よろしくお願いします。共同通信デサ、はい、おはようございます。ございます。ちょっと数字の関係でお伺いし,したいんですけど、えー、富士通のところで。 えっと自治体停止,予定停止してたり停止予定が、ね、35分でした。こちらの自治体名の公表というのをされるのでしょうかということと、公金受け取口座、えっという人目でも数値が940件という数字があったと思うんですけど、こちらは前は741だったのが最新の数字に更新されたという理解でよろしいでしょうか。はい えー、富士通ジャパン、これ、各自治体と調整をして、えー、36団体で、えー、停止予定、あるいは停止済み、34が停止済み、えー、残り2つが停止予定と聞いておりますあの。停止される自治体は、あの自治体から、えー、これ、住民サービスの停止になりますので、アナウンスがあ,ある。 とお承知をしておりますそれから公金受取口座につきましては、えー、書き留めを発送するう直前、えー先月のあ、先週の月曜日26日に、えー、もう一度お登録データの抽出を行って、えー、940件ということでした。えー、その940件を対象に、えー、簡易書き留めで発送いたしました。 ありがとうございました。続きまして NHK 名古屋様お願いします。<coughs> あ、NHK の名古屋です。はい、おはようございます。おおはようございます。そ富士通ジャパン富士通ジャパンの件について伺ってください。えー、今回あの改めて確認なんですが、あの点検の内容は2019年に修正されたものが。 修正したものが本当に修正されているのかどうかの確認というところだけなんでしょうか、それとあのデジタル庁としてです、ね、これだけ不実関係でシステムトラブルが相次いでいる中で行政的なまあ指導だとかそうしたところの考え方についてここののの大臣の見解を伺わせてください、はいえー、この今回起きた事案は2019年に実際に起きている事案と同じで、 その修正のプログラムというのが適用されていなかった。過去の修正プログラムの適用漏れが今回の原因だったということです。富士通ジャパンからは、過去のすべての制度改正と不具合の修正のプログラムを改めて全部洗い出して、 すべての団体のシステムに対して、えー、その適用状況を再確認する、えー。そういう作業を実施する、えー。その間、停止の要請をしていると、えー、連絡をいただいております。あのー、今回のご交付、これ富士通ジャパン社のシステムだけで起きておりますので、えー、富士通ジャパン社のこのシステム、 根本的な対策がいつできるのか、そうしたことを問い合わせをしているところでございます。ありがとうございました。続きまして読売新聞の阿部様お願いします。読売新聞の阿部です。よろしくお願いします。はい、おはようございます。あご,ございます。えっと想定件に関してお伺いしたいんですけれども。 第の先日の関係省庁の担当者を集めた会議で、えー、紐付けを行う機関のマニュアルの有無を大至急確認するように、えー、指示をされました。であの情報連携をあの順次拡大してきた中で、あのこれまでその統一した手順がなかった、この要因は何だとお考えでしょうか、お願いします。はい、あのー、それぞれの制度で、個人情報とマイナンバーの紐付け作業というものは、 それぞれの制度を所管する省庁において、それぞれの制度、あるいは現場の実態、えーまあ、あの制度によって、えー、いろいろ現場の実態なども異なるということから、えー、それぞれを踏まえて、えー、対応が行われていたということだと承知をしておりますので、えー、今回、一連の事案発生を踏まえて、 えー、再発の防止を徹底するということから、えー、マイナンバーをおー申請、あの申請時にはマイナンバーを記載することを義務化すると同時に、えー、氏名、住所、性別、生年月日、こうした情報を照合する、えー、そうした手続きにい横串を通して統一をする、えー、それとお人手を返さない、 えー、事務処理というものになるべく変更できるものは変更していくということを、えー、検討していきたいと思います。ありがとうございました。えー、続きまして日経新聞上田様お願いします。じゃあなります。日経新聞の上田です。はいおはようございます。うん、あのあございます。あの私もマイナンバーのあの情報の送付件について伺いたいんですけれども、あの大臣日曜日のテレビ番組で、あのまあ今秋までの 実施について、まあ期限ありきでないような文での発言をされました。現時点であの各基本計機関から集約、まあ情報を集約するにあたって、まあ、注意すべき点はどういうふうにあのご認識されてますでしょうか。よろしくお願いします。はい、あの前のポータルで閲覧可能となっているすべてのデータの総点検を行うことにして、ええ7月中にええー、各制度の 現場でマイナンバーの紐付けがどのように行われてきたかという実態を把握をしてもらうということにしております。あのその内容でどういうことになるかというのが決まってきますので、個別データの点検が必要なものというのが えー、どれぐらいあるのか、えー、そしてそういう団体につきましては、えー、原則として、えーまあ、秋までに、えー、点検をしてもらって、えー、紐付けの誤りがあれば、えー、修正をし、結果を公表してもらうということにしております。あのー、スケジュール、まあ、一応、秋を目標にやっていただきますが、えー、おそらく、 対象となるデータの量というものもあると思いますし点検を丁寧に行うということが大事だと思いますのでスケジュールありきではなくしっかり点検をしていただきたいと思いますありがとうございます続きまして朝日新聞の寺田様お願いします朝日新聞の寺田ですはい、おはようございます えと冒頭の食品ロス削減のための法整備ですがあの会議に法務省を加えるということでしたあの民法の改正など、まあ、現状ではありますけど具体的にはどの法律での法整備が検討されているか教えていただけますでしょうかはいあの、まあ、民法関連の法律になるだろうと思いますが、まあ、あの食品を 寄付していただいた後、それからレストランなどで、えー、残ったものを持ち帰った後、えー、のことについて、えー、どういう責任があるのか、あるいは責任を免除するのかという議論になりますので、えーまあ、民法の関連の法律ということになるだろうと思っております。あのそうしたことも踏まえて、 しっかりとこの会議の中で議論をしていただきたいというふうに思っております。あのえー、まだそういう方向の議論をしようということは、あの方向としては決まっておりますが、中身についてはこれからですので、えー、もうちょっと待っていただきたいと思いますが、まあ、年末に向けて検討を加速するということでお願いをしております。<laughs> ありがとうございます続きましてフリーライター木村様お願いします。はい、フリーの木村です。おはようございます。おはようございます。少しマイクに近づいてください。はい、えー、フリーの木村です。よろしくお願いします。おはようございます。ははい、いおようございます,、はい、ざいますと冒頭発言の機能性表示色についてあのお聞きします。 あの類似の90件についても再確認するという話なんですけどもまあそうしている間に消費者購入してしまうまあ不利益を被る可能性もあるのであのまあできれば何らかの方法でもっと早く商品名を公表とか何かできれば消費者にとってもありがたいかなと思うんですけどその点難しいのでしょうか。はいあのー 科学的な根拠を補強するといった合理的な回答がある場合も考えられますので、現時点では公表しておりませんが、届け出事業者に対しては2週間以内に報告をするように求めております。あの今の段階でこの対象となります えー、90の商品が、えー、機能性表示食品の要件を満たさないと、今の時点で判断するというのは、えー、難しいのかなと思っております。あのー、2週間に以内に報告をしていただくように求めておりますので、えー 必要となる対象となるということがあの明らかになりましたら、その概要は速やかに公表したいと思います。ありがとうございました。わ、はい、かりました。ありがとうございます。最後最後に朝日新聞の小手川さんお願いします。朝日新聞の小手川です。おはようございます。はいおはようございます。 すいません、えー、先ほど、ですねあの松本総務大臣の会見の方で、あで、マイナンバーで認知症などあの暗証番号の管理が難しい人向けに、あの暗証番号不要のマイナンバーカードというのを、11月をメドに、えー、と申請を始めるということですけれども、あの河野大臣の方からもこちらの、えー、と狙いだったり、えーと、教えていただけますでしょうか、よろしくお願いします。 これ会見で発表があったとおりだと思います。あの暗証番号の管理をするのが難しいような場合について発行される、おそらく何らかの機能に制限はあるんだろうというふうに思います。そうした形で多くの方にマイナンバーカード保険証として使っていただける。 あのそういう仕組みをしっかりとこれからも検討していきたいと思いますありがとうございました時間になりましたので以上をもちまして会見を終了したいと思います本日もどうもありがとうございましたありがとうございました